皆さんこんにちは。レク専任講師弁理士の納富です。今日は私が担当させていただきます、学習経験者用の、コースですね、担当の方と論文の方ですね、こちらの、紹介をさせていただきたいと思います。まず、担当と論文を、一気に合格していくというコースですね、担当受験から、される方向けのコースで、その中のその論文の方だけっていう形も、取れるので、基本的にはその単論でいくのか、免除の方は、論文からなのかっていう感じになるかと思います。もちろん担当だけを受講されることもできるんですけども、ただ基本的にはやっぱり学習経験者なので、特にその、ベーシックであれば1年目担当で2年目で論文みたいなね、作戦の立て方もありかと思うんですけども、基本的にやっぱもう中上級者ですから、担当だけってことは想定しないでお話はしていきたいと思います。まずですね、このコースは担当知識完成講座というものが、担当対策として入っています。で、担当知識完成講座の、特徴なんですけども、論文を並行するっていうことで、その並行しやすいような形で進めていくっていうことをまず意識してますね。担当の勉強っていうのはやはりその築上的にですね、序文を見ていくっていうだけだと本当は不十分で、その点で序文ごとですね、点で勉強した後に今度はそれを、序文ごとのつながりを含めて線まで見ていくと、線にしていくと、例えば補正の条文っていうのは、17条から17条の5までに規定されてるわけですけども、でも実際じゃあその補正の要件に反したときはってなると、拒絶理由の49条第1号が絡んだりとか、あるいは、最後の拒絶理由通知に対して補正要件の違反があったときには却下という53条が絡んだりとかするわけですよね。はたまた、例えば過誤登録があって、本当は法制要件違反があったのに過誤登録があったってことになると、異議無効理由に発展する可能性もあるわけじゃないですか。ですからそういう意味でもその補正要件っていうのは17条から17条の5だけにとどまらず、結局担当の対策としてはですよ、紐付けて、そういった拒絶理由とか異議無効理由とか、あるいは、却下とかですね、そういったところまでこう線でつなげておかないと、十分ではありません。ただ例えばベーシックとかであれば、やっぱり今からゼロから見る条文っていうのは、その飛ばして先のものを見ることがやっぱり順番的にできないので、どうしてもその点で勉強して終わりっていう感じで、あと自分の中で線でこう紐付けるっていうことができれば OK っていう感じですよね。だけども中上級ですから、一通りある程度勉強した上でということを前提にしているので、中上級のこの担当知識完成講座では、そのつながりのところまで一気に見ていくっていう形を取りたいと思っています。ですからベーシックのところでも、私のクラスでは使っていくこの N プロジェクトシートというものの、その中上級のクラスのものに関してはですね、この中上級の欄というものがあって、ここにその紐付けが必要な条文ですね、それを全部紐付けています。で、それも一緒にN プロシートでチェックしていくことによって、結局その点の勉強だけではなくて、その線で見ていくということができるということですね。で、合わせて論文の勉強を並行するにあたって、その今度線までできたものをですね、今度面にしていくっていう作業が論文では必要なんですね。もうちょっと広い場面で見ていくと、例えば補正であれば、その関連する条文までをつなげるところが線の勉強だとすれば、じゃあ補正ってどういう場面で使っていくのかっていうと、主にはやっぱり中間処理の場面なわけですよ。ですからそうすると、その中間処理という場面では補正だけではなくて、当然意見書の提出だったり、
あるいは分割変更、まあ場合によっては国内優先権の主張を伴う別出願だったりとかですね、そういうもうちょっとその措置同士をひっくるめた拒絶流通地に対するその措置場面という場面で捉えるということが面の勉強になるんですね。でそうするとその面ができることによって、その措置ってどういう場面で、ね、活躍するのか、それはこんな効果があるからだよっていうところで訴求的にその効果の勉強になったりとか、あるいはその要件の理解になったりとかしてくるんですね。なのでその担当の勉強だけではなくて論文の勉強をする意味っていうのは、その訴求的に担当知識のその補強だったりとか強化だったりとか真の理解につながっていくっていうことも含めて見込まれるので、担当と論文をうまくですね、このテーマをくっつけた形で並行できるということが理想的なところなんです。なので、これ担当受験者向け用なんですけども、スケジュール表を従来からですね配布しているものですけども、この上の部分が担当受験者向けなので広くなっていて、特日とで、時期が来ればその他の、方域もちょっと並行するものが出てきたりとかするんですけども、でそことですね並行する形でその論文の講座ですね、これがうまく併用できるようになっているので、論文のコースも併用していただければ、担当の勉強でしているところの範囲の論文の勉強も並行できると。そうすると今言ったように担当の勉強の強化にもなると同時に、論文も負担なくですね進めることができるかと思うんですね。やっぱりそこを別と捉えてしまうと、結局1日3時間の勉強時間が取れるところを担当の勉強で何時間、論文の勉強で何時間みたいな感じになってしまって、結局その別物で少しずつしか勉強時間が取れないっていう発想になるじゃないですか。だけどもそこがうまくですね噛み合うことによって、で表面的には担当の勉強してるようなんだけど実は論文の勉強になってるし、表面的には論文の勉強してるようだけどでも実際は担当の勉強にもなってるみたいな、そのうまくですねその限られた時間を使っていけるというような効果をですね期待することができるかと思います。で、次にですね、この担当知識完成講座の、特徴なんですけども、どうしてもそのベーシックとの比較ってことになるんですが、ベーシックだと、条約のコマ数に対して、今の試験範囲で網羅しなければいけない勉強量ってものがちょっと多いんですね。だから具体的には5コマありますけども、ベーシックだと5コマなんですが、実際じゃあ5コマで賄いきれるかというと、結構多分どのクラスもですねキツキツにやってるかと思うんです。で全体をやっぱり通さなきゃいけないということがあるので、出題頻度とか出題問題数は PCT が半分を占めるにもかかわらず、じゃあ PCT の勉強がやっぱりその十分にできてるかというと、ちょっとねやっぱり足りない部分を感じてる方多いと思うんですよね。ですからこの中上級の講座では特にその PCT の強化というものをやっていまして、PCT は今やっぱり本則からよりもルールからの出題が主になりますから、でしかも今まで出たことがない、ね、ルールなんかもやっぱり出題されてきます。で特にその改正がありますので、その改正対応という部分もやっぱ PCT のルールに関しては必要になってきます。なので、PCT に関しては独自のルールブックというものを併用することによって、そのベーシックよりもよりちょっとこう、手を広げてですね、これから出題されても新しく出題テーマとして上がっても大丈夫なように、PCT を強化すると、その分ちょっと条約のコマ数を多めに取っているというところが、この担当知識完成講座の特徴ということが言えるかと思います。ただですね、やっぱり中上級のコースって一つ特徴的なところがあって、ベーシックと違ってですね、アウトプットがちょっと緩いんですよ。ベーシックだと必ず何回かに1回当練編という回があって、インプットできてるかの確認をやるんですね。なので
そのちょっと立ち止まって今までのインプットが確かだったかな、十分かなっていうことを確認する作業ができるんですけども、中上級のコースはやっぱりコマ数をこうねベーシックよりも少なくすることで論文の割合を広めてますから、大きくしてますから、そうするとどうしてもですね、そのアウトプットをカットせざるを得ないというところがあります。だけどやっぱり中上級者にとってもですね、ちゃんと理解できてたかなということを確認する必要もあるし、で私が一番やっぱり思うのはですね、中上級の方って過去問ノーマークで1年目過ごして中上級に上がってこられたという方はほとんどいらっしゃらなくて、ある程度論文、過去問も解いてきましたと、まあ、3年ないしは5年ぐらいね、まあ、多い方だと10年とかを3回回したとかっていう人もいるぐらいなので、アウトプット量は1年目である程度やってるように見えるんだけど、質が悪いっていうことがやっぱあるんですね。いや、過去問の使い方、解き方ですよね。その問題に対してどう取り組んだかっていうことのやっぱり向き合い方がまずいがために、せっかく解いた、ね、過去問がちゃんと消化できてない、十分な結果が得られてないっていうことがよく見受けられます。なのでそのある程度その、ね、インプットができたら、その範囲の過去問をこの一緒に解く、そのアウトプットの解説もするっていうことをこう挟み込みながら、この講座を進めていくっていうことも特徴としています。なので、私の方から、まあそのね、受講生の方に用意する、まあ、教材ですね、テキストとか、あとまあ私のオリジナルレジュメ、あとプラチナスケジュール、先ほどお見せしたスケジュールとか、あと N プロジェクトシートですね、そういったものも配布するんですけども、それとは別にですね、必ず受講される方には、レックの体系別担当過去問集ですね、それを講義で使用しますので、お持ちいただければと思います。はい、ではですね、次に、論文のコースについてちょっとお話をしたいと思います。今年は論文合格答案完成講座というタイトルで、大幅なリニューアルをいたしました。担当知識完成講座の方は、まあ、改正対応と、まあ、少しねテキストの改訂とかそういったものを踏まえていますので、全くまあ同じではないんですけども、まあ、ただそのリニューアル度っていうものは論文に比べて少しこう小さいものなんですけども、この論文合格答案完成講座はかなりリニューアル度は大きいものになっています。でまず何が一番違うかというと、もうテキストが全然違うんですね。今回その論文合格答案完成講座で使用するテキストは大きく2つあって、1つは N フィリングシートというインプットシートです、インプットテキストです。でこれはいわゆる基本レジュメというものを使用していまして、基本レジュメというのは例えば新規性について進歩性について、ね、あるいは、そうですね、特許権の効力についてとか、まあ、いろんなテーマはあるわけですけども、そのテーマごとに、まあ、条文も紐付けた上でこう趣旨から効果まで法上の取り扱いまで載せたというか、まとめたシートですね。ちょうどテキストの見本があればいいかなと思うんですけども、ですね、まあ見たことあるかと思います。こういう感じの、例えばこれだと共同発明ですけど、共同発明について説明せよみたいなのがありますよね。で実際私の方ではこの辺のちょっとこのナンバリングとかをちょっと取ってしまってる可能性がありますけど、このまあテキスト見本として載っているこの共同発明っていうのありますよね。で必ず縦位置のところでは、まあ、定義趣旨が書いてあって、で最後のところに、まあ、法上の取り扱いとか効果というもので締めるような感じ の, まあ、テキストですね。で、まあ、理想的には見開きで、まあ、
収めるというのが理想的なんですけども、まあ、ただちょっと、ね、分量が多くなってくるようなテーマもあるので、まあ、3枚になったりとかするものも中にはありますが、まあ、テーマごとにこのまとめたシートですね、これをあのフィリングシートというふうに呼んでいて、でこのフィリングシートであの、まあ、インプット量というものを調整していると、論文を書くために必要なインプット量はこれだけですよっていうことを示すためにフィリングシートを採用してます。で実際ですね、やっぱり論文の勉強ってどこまでやればインプットとして十分なのかとか、そういうことの悩みを持たれている方も多いのと、で私がやっぱり勉強してた時なんかはこの基本レジュメ集を使うっていうのはもう本当に論文の勉強としては基本中の基本だったわけですよ。でやっぱりそれがあることによってインプットがすごく楽だったので、私はこの、まあ、全部で100個ですね、4法で100個、ちょっと条約も入るんですけども、100枚のですねこのフィリングシートを使って、まあ、論文の、 あの書くための準備をね、インプットの準備をしていただきたいと。でそれをまずインプットのテキストとして使用していきたいと思っています。これがかなり大きな変更点です。で次にですね、アウトプットテキストを別にしてます。まあ言ったら別冊問題集みたいな感じですね。でそのフィリングシートをある程度使ってこうインプットした後に、じゃあこの範囲のテーマの事例問題ってこんな感じなので解いてみましょうと。で今度はそのアウトプットテキストでやっていくことは主には大把握の練習、そして構成の練習ですね、それを一緒にやっていきます。で講義の中で私が板書用紙を使いながら皆さんが実際構成をするような手順であの構成をしていきます。解説をしながら構成をしていきますの でそれを踏まえて今度は自分でできるようにですね、お家で復習をしていただくと、そういう形の論文の勉強、インプットとアウトプットをしっかりあの並行してですねやっていくということをこの講座ではやっていただきたいと思っています。あとはあの、まあ、このコースのですね特徴なんですけど、まあ、例年ついている知識定着編というものがあの通信の方の専用講座でついています。そちらはですね、実際ちゃんとインプットできたかどうかっていうことの、まあ、小テストっぽいものですかね、小テスト集みたいなものの、 あの講座になりますので、それを使って実際何をかける知識として持っとかなきゃいけないかとか、そういうことをあの示しているというふうに考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。ちょっとお見せしますね。例えばこんな感じで、審査請求制度を導入した趣旨を説明できるようになるとか、まあ、この辺チェックポイントですよね、48条の3で何をしとかなきゃいけないかということで、まあ、穴埋めのこう時期的要件とかだと条文の、ね、穴埋めの問題がついていたりとかして、でまあ、もちろんこう回答集なんかがあるわけなので、自分でこういうこうちゃんとインプットできてるかどうかってことをですね確認する作業、これをこの知識定着編の方でやっていただければなと思います。そっちにはあの当連のようなね、あの事例問題、本試験レベルの事例問題集なんかもついているので、まあ十分にですね復習ができるんじゃないかなと思います。でかなり、まあ、この講座コースっていうのはあの手厚くできてると思います。で私がねやっぱり思うのはあの計画的に進めるということと、で過不足なく進めるということがやっぱり重要なんですね。それは初級であろうと中上級であろうと重要なんですけど、その多くの方はですねやっぱその過不足なくできるっていうところに難があるかなと思ってるんですよ。まあその計画的に進めるっていうのは講座を受けていれば、あの受講されていればですよ、もちろんね、自分で計画を立てなきゃいけない立場の方はそこでね自分の計画が、ま、間違っていたりとかちょっと甘かったりするとまあ、いい結果が出ないってことあるかと思うんだけども、受講されていれば当然まあ計画っていう大筋のねその長期的な計画はこっちの講座で持つわけだから、あとその短期的なところは私のそのスケジュール表のところでだいたいこうね短期的な計画も進められると思うので、あんまりそこになんかあるなっていう感じはないんですよ見てると。
だけどやっぱり本当にパッと中上級のコース1年で抜けられる方と抜けられない方とで、じゃあ何が違うのかっていうことをやっぱり考察した時に、その勉強している量なんですよね。その量っていうのは時間っていう意味ではなくて、何を使ってやってるかっていうことを含めた量なんですよ。で、多ければいいってもんじゃないんですね。だから手を広げれば広げるほどやっぱり薄くなりがちなので、実際じゃあ書いてって言われたらあやふやになってしまって、結局あんま点数にならないってこともあるし、で狭すぎると知らないから題が取れなくて、結局全然書けない項目落ちとかにもつながってくるので、やっぱり特に論文だからこそこの範囲で知っときましょうっていうことをもう囲ってしまった方がですね、いいわけなんですね。なので、今年はその特にですね、そこにもメスを入れたいっていうことで、100枚のフィリングシートを使ってインプットを完璧にしていきたいと思っています。で、それのちょっと簡易バージョンがもう通信でね先行して、販売済みですけども、プラチナ21の方がですね、あのフィリングシートの、ちょっとこう一部、本当に直前期に最後まで見ておくっていうものの、21日間で完成ってものですが、あれも結局ね、趣旨としては直前期だからこそ囲いたいっていうのがあるんだけども、だけどもこの中上級のコースだとやっぱりある程度長期的なスパンで見れますので、そこを判例とか趣旨も含めてちょっとこう十分にしていく、理解も含めて十分にしていくっていうことですね。それも含めてフィリングシートを提供していきたいというふうに思っています。覚えやすいタイトルですよね。タイトルですよねっていうか、ちょっとね皆さんに定着してもらいたいと思って、特別にネーミングをしたインプットテキストになりますので、ぜひですね、もう使い古してね、もうボロボロになる状態で本試験会場を持っていくみたいな、そういうテキストにしていきたいなというふうに思っています。はい、ではですね、中上級今年はですね、ちょっとイレギュラーな形で開講という形になりますけども、生講義、もしくは通信でですね、どちらを選択されてもですね、十分にご満足いただけるような講義を提供していきたいと思っていますので、皆さん楽しみにしておいてください。ではこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。